はい、どうも、優しいお兄さんです。本日、これ3回目の動画になるんですけれども、お兄さんの動画ね、あくまでも、記事を参照し、そしてね、そのゴシップ記事から発生して、行き着く情報なんでね、これがあくまでもゴシップの域を出るものではありません。ただね、見たくない画像、あるいは情報、こういったものを、普通に、これお兄さんの、Firefox ブラウザなんですけれども、映り込んでしまう可能性もあります。なのでね、そういったところで、気分を害される方、あるいは、ゴシップ情報ね。これニュースではないんでね。いいよっていう方は、この時点でね、お兄さんの動画、せっかく、選択してきてくれたにも、関わらず、心痛いのですが、お引き取りをいただければと思います。それではですね、やっていきたいと思います。これですね、平野辰彦容疑者のね、と思われる、ツイッターアカウントからたどったリンクね、から出てきたサイト、からさらに派生したサイトっていうふうに、お兄さん、島にこう手をかけてきてるわけですけれども、今回見ていくのはね、今まで散々情報を見てきたんで、彼を知るためにね、知るっつったら、語弊がありかもしれないですけれども、どんくらい病んでんのかというのをね、ちょっと皆さんと見ていきたいと思います。でね、この人を、自分でホームページ作ったり、ね、ウェブサイト作ったりでね、あとツイッター、これ多分自動でつぶやかせてます。この人。なんでね、あとこれパスワード貼ってるサイトなんですけれども、っていうふうな小手先の知識はあるかもしんないんで、もしこれ関係のファイルね、お兄さんと同じようにこう、動いちゃって何かしらに感染したりとか、する可能性もあります。なんで、もし自分でやられるっていう方は、最善のその注意をね、払って動いていただければなと思います。お兄さんの動画でね、その代わりに動いてそれでいいよっていう方であれば、このままお兄さんの動画、見ていけばいいんじゃないかなって思いますね。そんなわけで、行くとしてね。ちなみにこれこのドメイン、イザナミ .net じゃねえや、イザナミ ORG ね、にいます。で、ここっていうのは、ちょっと待ってね。お兄さん、ちなみにパソコンできない人なんでね、いろんなところで、なんと言いましょう。孫つくとこあると思います。ご了承ください。で、この人のね、ドメイン調べました。3つのドメイン、お兄さん、わかるところでは、見つけておるんですけれども、まず自治体 .net、それから、管理 .net、それから、イザナミ ORG。で、今回ね、先にやっていくのは、イザナミ ORG ということで、この人の珍しいところはね、各取得したドメイン、これ全部、実名か偽名かわかりませんけれども、住んでんのかどうなのかわかんないですけれども、一応ちゃんとした実在する情報で、各3つのドメイン、お兄さんが知るドメインね、取得しているようです。あらら、ちょっと待ってね。これとね、これね。で、今回見ていくのはこれ。で、これっていうのは普通にアドレス、これエンターを押すと、映ってはおりませんけれども、パスワードを入力してくださいって出ます。これ、なんだ、ベーシック認証かなんかだと思うんですけれども、普通にですね、こうやって、
なんだかわかんないけれども、これ外れかもしれませんけれども、多分外れだと思います。中に入ればまた違うものがあるんでしょうけれども、なんか間違ったものを入力するとね、ここに飛ばされます。うん。ということでね、このサイトっていうのはこの管理ネットと同じものなんで、基本的に管理ネットの中のものを見てるんだろうね。うん。まあまあまあ、そんなわけでね、他に使っている画像もあるんでね、これ、ちょっと見ていこうね。使ってる画像、これも一緒か。URL。このリンク、画像の URL をコピー。そうすると、Google.com。Google のアカウントやっぱ絡みあるね。後で、Google のアカウントも漁ってみますね。まあ、早々に終わらしてね。で、まあ、これ見ていくとですね。ここに何かしらの実行ファイルがあったりします。こういうのを踏まないでくださいね。あと CSV も場合によってはマクロが入ってたりしたらまためんどくさいことになると思います。あと、なんだこれ、文書ファイルだろうね。なんか開けるもん。PDF だって。PDF。はぁ。これらのファイルはあなたの家族と親戚と仕事仲間と所属団体などに提供してください。スパイ組織とスパイたちの個人情報の一覧表です。米軍さん複合体とユダヤ組織と日本政府は各地でギャング、ストーキングと電磁波犯罪を行っています。日本国民だけでなく日本に来訪の外国人もターゲットにされています。まあ、いう一文からね、まあ、あんまよくわかんない、まあ、書き込みが非常に多いんですけれども、まあ、見ていくとね、なんだろうね、これ URL が多いね。なんかまとめてんだろうね。名前、アドレス、ディスクリプション。こっちが、これが説明。まあ、基本的に、まあ、いわゆるネトウヨってされてる、カテゴリーの、まあ、方なんですかね。うん。まあ、PDF はいいや。多分このジャパニーズスパイズなんとかっていうのは多分それと同じもんだと思います。Peace for World っていうフォルダに入りますね。またごじゃっと出てきますね。なんかね。けだものリスト。けだものリスト HTML。はぁ、あ。この begin name とか書いてんのは、なんかのプログラムに読ませるようなものなんですかね。これなんだ、IP アドレスかな。あ、違う。なんか違うね。なんか住所も書いてんな。これ、こういうの。なんか、いろんな会社とか、ここに、被害者だった。あれ、これ検索あったと。平野剛。はない。いたね、一ついたね。今回の、まあ、被害者の一人とされている、報道で出てる方のお名前が一つ、このリストに出てきますね。あるいはその上にも平野博之さんっていうお名前も、報道で出てますよね。ああ。これ書いた人っていうのは、やっぱり、これ、こっちの。よいしょ。これね。これだ。これ。この画像を作った人と一緒ですね。全く同じその、書き込みが。あれ映ってる？うん。ありますね。これね。うん。多分、この人本人が、作った、サイトなんだろうね。
平野なんとかの嫁。なんだろうね、平野姓多いね。平野姓だけで何個あんだ。28件出てくるけど、一番右の方にもあるから、まあ、実際はよくわかりませんけれども、一応こういう名前リストを彼保持してるみたいです。で、おそらくね、実名でしょう。なんか車両とかなんとか書いてっから、ね、で、海上保安庁がどうのこうのとか書いてますけれども、多分ね、この人、淡路島に住まれている、もしくは住まれていたっぽいんで、うん、もしかしたら、まあ、今回殺人事件に至りましたけれども、この至る前っていうのは、このリストにあった人々、何かしらの、まあ、いたずらとかね、なんかあったかもしんないっすよね。あ、これサイトマップ落ちてる。あ、動画もあんのこれ。なんか文字化けしてますけれども、これ、意味わかんないな。まあいいや、これ置いとこう。お兄さん再生しません。うん。つうことでね、このアドレスの中に入れば、いろんなもの落ちてます。ね。で、イザナミはもういらない。で、次、管理 .net はね、まあ、見にくいけれども、まあ、よしとします。これも閉じます。で、自治体ネット。これ Google サイトから作ってるっていうことでね。で、Google のアカウントもあるっていうことでね、この人をね、この調べていきたいと思いますね。これ押したらどうなんだ？押しても画像か。よかったよかった。まあ、今やっぱりネットに出回ってる、まあ、これっていうのは多分この人自身が上げたくて上げてるものでしょうね。多分これはこれで後で報道で夜のね、まあ、ゼロなりなんなり、報道ステーションなりで出てくると思われます。で、辰彦平野ね。次にお兄さん見ていきたいのはね、Google のアカウント持ってるかどうか。つうことで、Google プラス、調べて、いきますね。Google プラスで、辰彦平野。出てくるね。辰彦平野っていう人、これ、違う人だったらごめんなさい。一発撮りなんでね。でも、書き込みを見ると、集団ストーカー犯罪とテクノロジー犯罪を行っている右翼保守勢力と協力組織のために書かれた書式です。詳しくは、izanami.org です。出たね、izanami.org。これさっきお兄さん、ほら、パスワード、ここに出てんだけどね。よいしょ、これ。映るかな？っていう風に、パスワード聞かれるんですけれども、おー。うん。まあ、一応消してね。そうするとこう、パスワード違うよってなるんだけど、まあ、このサイトがもう出てくる時点で多分、その平野辰彦さん。うん。で、まあ、当たりでしょう。で、この人が、この Google プラスっていうのは SNS みたいなもんで Twitter みたいなもん、Facebook みたいなもんですね。2013年の7月から、つぶやいてて、一番最後につぶやいたのは、2013年の8月の22、割と秋っぽいっぽいですね。うん。あ、YouTube。後で見るとして、フォト。自分で撮った写真。だね。これパソコンか。幼少期は親の仕事の都合でカトリック幼稚園に通っていました。カトリック幼稚園の時は羊役で合ってんのかな。実家の5軒ほど隣には特別養護法人老人ホーム淡路フクロウの里ができました。イルミナティはフクロウ、イルミナティのドメインは NSA のサイトにリダイレクト。イルミナティってなんだ、あれか、
信じるは、信じるも信じないも、あなた次第です、みたいなね。まあよくわかんないけど、これ天皇とかなんとか、偽ユダヤとか、出てます。祖父が首吊り自殺。徳島公安。なんだ、マンション、兵庫県、洲本市、小萌えに避難。小萌え？小萌え？これは、オロダニ。結局自分と家族と親戚が一番ターゲットに刺されていた。なぜここまで狙われるのかが不明である。2007年に明確な攻撃。2010年に米国内でロシアの女性スパイが逮捕。それとあなたが何関係あんねんってね。2013年4月13日に実家の淡路島で人工地震発生。この数日前に集団ストーカー犯罪とテクノロジー犯罪の目的と仕組みを情報発信開始。告発先の沖縄で自作自演の米軍機墜落。スノーデン事件で時間稼ぎ、求婚演出。何言ってんだこの人は。よくわかんないけど、これ書いたのは7月の7日、13年のね、夕方らしいですね。これなんだ、このパソコンお兄さん詳しくねえんだけど、これなんだろうね、シンクパッドとかがね、よくわかんねえや。まあ、一応、地震のね、イルミナティ。これ、この人やばい。しかも初級編ね、入会したいんだね。まあ、要するに、いろいろと、まずい人みたいですね。これが精神疾患なのかね、果たして。それで判断されるのか、わかんないけど、まあ、4人フォロワーがいて。で、YouTube ってあるんでね、ちょっと開いていこうね。よいしょ。YouTube は、まあ、なんか、こういう博士とか、ハイテク洗脳。ユダヤ金融資本が主犯格である。よくわかんねえな、これ。国が認める人工地震。それでも視聴回数すごいね。22万8000回。これなんか38万やで。すごいね。んで、一番最後、違うわ。この人が上げたんじゃないのか。これは高く評価した、動画っていうことね。で、再生リスト。この人が見た、ね、いいなって思った、評価した動画は、ここで見ることができますね。で、この登録しているチャンネルっていうのは、まあ、ここ、ね、幸福実現とってなんだ、聞いたことあんな。まあ、登録されたのは、2013年の6月の21日。まあ、それ以降は、何も触ってなっぽいですね。最後にいいねっつったのは、いつなんだろうね。まあ、それは書いてないけど、一応、Google 使ってたんだなっていうことで、そしたらね、この管理ネット。これね、総数見ていこうね。ちなみにお兄さん何もパソコンわかんない、人なんでね、パソコンの電気のつけ方とかね、消し方をね、つい最近覚えたようなもんなんでね。まあ、Google で作ってるっていうから、多分、何かしらアクセスを取るようなものも取ってると、使ってるとは思いますけれども、闇勢力を切るだって。
人様切っちゃいかねえだろ、これな。で、バーガー。まあまあ、これはいいや。ちはいいや。これなんだ、これ。2003年からやってんの？なんかよくわかんねえな、この人。まあまあまあ、ちょっと変わった人だよね。んでね、ちなみに、これね、この犯行現場の、まあ、情報なんですけれども、これね。で、お兄さんの、これを加味していくと、まあ、こういう感じ。あ、違うわ。こっちか。これ出そうか。これ富士のニュースの、マーキングなんですけれども、これ見ていくとね、こうなってんのか。だから、これが容疑者の家だろう。んで、これ、あ、こっから入っていってないんだね、Google。まあ、それでも、この辺に立たして、んで、こっから見ると、まあ、多分あそこだろうね。あそこで、で、ここと、あとは、この坂行ったところの、ここか。行けんのかい？なんか、自転車乗ったら面白そうな場所。だな、まあいいや。ここから出ます。あ、こう行くんだね。つうことで、この3点。この3点ね。ここで起きた、こと。で、不思議なことにみんな平野姓ですね。で、親戚とかそういう書き込みもあります。これ何？これ墓かな？なんだろうね。なんか、土地が広くて非常に羨ましいです。で、まあ、エリアとしてはこのエリアですよと。で、ドメインから入手した、ポイントっていうのはここですよと。で、これが果たしてマンションなのか、どうなのかっつうのはわかりませんけれども。サントピア。サントピアだから、これポッておいて、これがそのドメインでね、出てきた、これね、このイザナミとか、管理とかね、自治体とかね、いうやつの、ここね、オーロラニ、サントピア、コーストビュー、サントピア、プリーサ。ああ、これがこれなのかなって思いますけれどもね。で、まあ、それで見ていくとね、まあ、その住所だけで、いろんな付随引っかかるんで、まあ、他にも似たようなドメイン持ってんだろうね、きっと。極道 .com。極道 .com ってなんだ？これまたちょっと調べていこうね。よいしょ。極道 .com。イーノム。来たこれ。違うサイト出てきたね。大樹平野。極道 .com っていうのもおそらく同じ人が、取得してますね。で、見ていきましょうね。実際に運用してんのかな？サーバーが見つかりませんでした。極道 .com はですね、2003年に取得されてますね。
で、アップデートはしてないらしい。ああ、同じくオロダニだね。なんだろうね、このオロダニ。引っ越して住所変えてねえのかな。もう自分でこうやってね、設定するだけの頭あるっちゅうんだから。ね、admin 自治体 .net。ああ、まあ、このメアドも生きてんだろうね、きっとね。極道 .com は、今んとこありませんよ、と。はい、次。これなんだ、これ。まあまあまあ。ちとこっちを合体したいな。いいよ。この動画多分長くなると思うんでね。まあちょっとね。心して、見られる方はね、寝ないようにしてください。極道 .com の他に持ってねえかな。平野。辰彦平野。ヤフーニュース。これは、なんだ、ジャパン。よくわかりませんが、日本人向けの、まあ、今回の事件でしょうね。日本人向けのニュース、なんとかかんとか、5、なんとか、デッドインジャパン。辰彦平野。まあ、これはいいんだ。他に自治体ネットでしょ？管理ネット。これなんだろうね。ウェブインフォ。ロシア語。イザナミ ORG。管理ネットイザナミ、イザナミ、管理、イザナミ、イザナミ。イザナミ。なんとかショー .com。なんだこれ。パスワード入れないところっていうのは、まあ、超国家権力の滞在を告発するような、まあ、サイトらしいです。ちなみにサーバーどこ借りてんだろうね。IP 検索。いや、やめとこう。お兄さんの IP が知れてしまう可能性もあるんでね。これは控えたいと思いますね。イザナミでしょ？極道でしょ？自治体ネット、ホテル、トリップアドバイザー。サントピア、極道 .com。多分その彼が持ってるのは、極道 .com も、まあ、追加っていうことで、ね。まあ一応こういう感じの、ホームページ持ってますよという人が起こした、事件ですよと。いうところですね。あとはもうツイッター見るくらいしか、ないかな。お兄さんの中では割と調べ尽くしたような気がします。平野辰彦すべて。自称平野辰彦の友達リストに並ぶ面々が。まあ本人かどうかわかんないしね。これね。これお兄さんの動画が、ツイートされてますね。ゴシップなんでね、鵜呑みにしないでくださいね。
まあ、いろいろとなんか、言っちゃってる感ありますけど、あんまりマスコミも騒がないんじゃないかな。でも、ね、二つの家が一気に襲撃されるっていうのも、これまた、ひどい話だね。被害者4人。もう5人になってんじゃないっけ？なんだこれ。日本が日本でなくなってきている。日本会議の連中のことですな。日野さんは日本会議に宣伝したいの。日本会議を知らない人多いのに宣伝したらオタク等にマイナスじゃないの。オタクさんがアイコンの人であるなら間違いなく朝鮮系のはずだから。写真の連中は全員が日本人。さあ知らんな。イザナミの所有者である平野達彦さんのことを言っているのかな。それとも私、共有アカウントなので誰に対して言ってるのかはっきりしてください。これこの人、平野達彦さんじゃない的なことを今言ってるのかな、この人。まあでも実際、共有アカウントですが、プロフィールの写真は代表の平野達彦さんの写真です。平野達彦さんのおじいさん。は？何これ？平野達彦。いや、これね、管理ネット代表の平野達彦などに、見せてもらおうじゃないか、お兄さんに。ユーザーマネージャー。富士通社員。この人言ってるドメインっていうのは、自分のなんつうの、イルミナティだかなんだかわかんないけど、それの ID なのか、まあ、純粋にまあ、運営してた4つないし3つのサイトのことを指すのか、産経ウエスト。インターネットで、あれ？号外。インターネットでよく、中傷していた？まあ、OK。で、これをコピーして、はい、みんな読もうね。はい、これね。3月9日号外。これまあ、インチキかもしんないっすよ。こういうとこ作れると思うんでね。しかも画像で圧縮されてるので。ということで、洲本5人刺され死亡、近所の40歳男逮捕、民家2軒相次ぎ襲う、9日午前、7時10分頃、兵庫県、洲本市、中河原の民家で、家の中で2人が倒れている、外でもう1人が倒れている、すぐ来てほしいと、近くに住む女性から、110番があった。兵庫県警洲本署員らが駆けつけたところ、成人の男女3人が民家の内外で倒れていたほか、近くの別の民家でも、高齢の男女が2人、負傷していた。兵庫県警や、淡路広域消防事務組合、消防本部によると、刺されたのは40から80代の男性2人と女性3人とみられ、全員の死亡が確認された。県警は現場近くの路上で血のついた服を着ていた近所の男に事情を聞いたところ、私がやりましたと話したため、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕した。
容疑を殺人容疑に切り替え、詳しい状況を調べている。県警によると逮捕されたのは自称同市中川原町中川原の無職平野達彦容疑者40歳で、その後は今は話しません。弁護士が来てから話をすると供述している。逮捕容疑は、9日午前7時過ぎ、洲本市中川原町の民家などで刃物のようなもので男女数人を刺したとしている。近所の住民によると被害者の娘が近くの親戚の家に逃げ込み通報した。やっぱこの辺のそれって親戚なんだね。近くの60代の女性は平野容疑者について長いこと家に引きこもっている。インターネットで他人をよく中傷していたと話した。現場は洲本市役所から、北西に約5キロ離れた山間部で、田畑が広がり民家が点在する地域。うん。まあこの証言とね、お兄さんのさっきの、情報ね、これらっていうのは、まあ、合致するんでしょうね。というふうに思います。まあ、そんなわけでね、まあ、長々と、まあ、やってきましたけれども、この後のまたニュースでね、何かしら、調べ尽くされるもんだと思いますね。うん。で、一応まあ、これまた動画残しておくんで、ご自身で調べたいなって思ったらば、どんどん調べて、見たらいいと思いますね。うん。まあ、なんかなりすまし共有アカウントがどうのこうのって言ってますけど、多分この人が、自分自身でね、やってるもんでしょう。ね。動画、Google のね、アカウント見てもそうだし。でね、ドメインに登録されている情報で引っ掛けてもこうだしね。うん。まあそんなわけでね、売りマンションね、まあこれが、そのサントピアとかね、いろいろ出てきますんでね。うん。いろいろと、ゴシップがね、見たいっていう方は、これでもってして、見ていきゃいいんじゃないかなと、思いますね。うん。じゃあ、長くなりましたが、優しいお兄さんでした。失礼いたします。